マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは太るって分かっているのについつい甘いものを食べてしまうなんてことないですか？その気持ちよくわかります。そこでこの動画では甘いものを食べたくなってしまうその食欲を抑える簡単な方法がわかるんです。もしあなたが甘いものを食べたくなってしまうその食欲を抑えて一日でも早く綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。食欲を抑えて痩せる簡単な方法4選お話ししていきます。では話の流れはこちらです。1つ目、なぜ甘いものが食べたくなってしまうんでしょうか、その理由と、2つ目、その甘いものを食べたくなってしまう食欲を抑えて簡単に痩せる方法4選お伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜそもそも甘いものをね食べたくなってしまうのか、その理由があります。その最大の理由はこちらです。セロトニンと呼ばれるホルモンがすごく関係しているからなんですね。で、このセロトニンはですね、別名幸せホルモンと呼ばれていて、心の安定感とかね、暴走する食欲をいやちょっと待ってってね抑えてくれる働きをしてくれているんです。ところがですね、もしあなたの腸内環境が悪い場合、例えばねデブ菌って呼ばれる悪玉菌がすごくね住み着いてる方っていうのはですね、このセロトニンがうまく作れないんですよ。なぜかというと、その腸で約9割作られているんです、このセロトニン。ですからそこのね作る場所が汚れているとうまくいかないわけですよね。でその結果、そのセロトニンが不足してしまわれますと、もうどんどんね過食依存へと走ってしまうわけなんですよね。もうねやめられない、止まらないっていう、そういうね食欲になってしまう。でしかもなんとですね、私たち女性は男性に比べると、もともとねその脳内で作るこのセロトニンの分泌量がね少ないんです。すごくなんか残念ですよね。なんでって思いますけど、なぜかですね、まあ女性の方がどうしてももともと少ないわけですよ。なので男性の方に比べると、女性の方が甘いもの好きとかね、スイーツ好きとか多いじゃないですか。その理由はやはりこのセロトニンにあるんだなと私は思っています。で特にですね、プラス生理前になりますといかがですか。なんかイライラとかしたりね、甘いものがなんかもう普段は我慢できていたのになぜか我慢できなくなって食べちゃうってことありません？それはまさにですね、このセロトニンの影響を受けてらっしゃるからなんですよね。でこの生理前になりますと、ますますこのセロトニンどんどん分泌量が減ります。なのでもう甘いものがね食べたいってなってしまうわけですよね。ではそもそもですね、なんでそのわざわざ甘いものが欲しいのかっていう理由ですよね。例えばお野菜食べたいってなってくれたらいいと思いません？でもですね、それじゃダメなんです。セロトニンはなぜかというと、甘いものを食べるとですね、一時的にセロトニンって増えます。なので食べろ食べろってなるわけですよ。で食べちゃう。そうするとちゃんとその一時ね、その時だけはセロトニンが増えるから安定するわけですよね。満足、あ落ち着いたって、なんかイライラっとしたりね、食べたいってなるその衝動に駆られる、それをね一時的に抑えてくれる効果があるのがやっぱりね甘いものなわけですよ。そうすると気持ちが落ち着いて満足しますよね。でそれをもうね体が覚えちゃうんです。なんかね、あこうすればね気持ちって落ち着くんだなってね、こう味を占めてしまうわけですよ、そこで体がね。そうするとどんどんこう依存してしまうわけです。なのであなたがお悪いというよりはね、このセロトニンがうまく作れていないからやめられない、止まらない、ダメって分かってるのにもかかわらず甘いものがね欲しくなっちゃうっていう過去の私みたいにやっぱりなるわけです。でもこの体のね欲求に任せて、その都度その都度、例えば生理前が来るたびにですね食べてたとしたら、なかなかダイエット目標達成しませんよね。落ちたなと思っても生理が来るとね、その前が食べる、でまた戻る、でまた減る、戻る、この繰り返しだと一向に変わらないわけですよね。逆に太ってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
なのでじゃあどうすればよいのかって、その具体的な方法をお伝えしていきます。ではここから2つ目の項目です。甘いものをね食べたいって思ってしまう、その食欲を抑える簡単な方法4選お伝えしていきますね。まず1つ目はこちらです。トリプトファン、これキーワードです。何かと言いますと、セロトニン、幸せホルモンの材料になるものです。でこれはね、トリプトファンを多く含む食材を召し上がってくださいね。例えばこちらです。大豆のような、まあ、大豆製品ですよね。大豆でできては何でもいいですよ、まあ、きな粉とか納豆とかね、うん、おからパウダーとか、まあ、何でも OK。 そういった大豆製品とか、あとバナナにも多く含まれています。でまた赤身肉ですね、お魚、これはマグロなどの赤身の魚肉ですね。そして牛乳やチーズにも含まれていますが、乳製品はですね、取りすぎてしまうとちょっと腸内環境悪化する可能性がありますから、牛乳やチーズといったものはね、極力適量で、食べ過ぎてしまっては特に悪影響出ますから、腸がね炎症を起こしてしまいますので、乳製品だけはねちょっと量に気をつけていきましょう。では2つ目の方法はこちらです。良質な睡眠をとりましょうです。実はですね、しっかり寝てあげるだけでセロトニン作れますっていうことなんですよね。これめちゃくちゃ簡単でしょ、寝ればいいんです、うん、でもね、わかります、私たち女性めちゃくちゃ忙しいですよね。ついつい自分のことを置いておいて、ご家族のお世話とかね、仕事とかいろんなことしてたら遅くなっちゃうとか、すごくわかります。ただやっぱりね、難しいとはいえ、1週間にね1日でも2日でも最低この7時間睡眠とってあげましょう。自分へのご褒美として、もういいやって、もう今日この家事はしないってね決める。別にね、命にかかることでなければもう置いときましょう。私もねそうしてます。じゃないとね寝れないんですよ、うん、なのでね、しっかり私たちは寝ましょう。そしてね、プラス朝起きたら朝日をしっかりね浴びてください。お日様の光を浴びるだけでね、このセロトニン増やすことができますから、ぜひ取り組んでいきましょうね。では3つ目の方法はこちらです。適度な運動です。でここでね、運動と聞いて特に真面目な方、一生懸命されるんですよね。もうぜいぜい言うようなきつい運動ではないですよ。ここがポイント、一定のリズム運動の方がおすすめです。セロトニン作るためには、あの過度なですね、こうすごく筋肉のそのマシン使ってね、うわーって鍛えたりとか、もうヒーヒー言うような、ああいったのってね、やっぱり気持ちが緊張しちゃうんですよね。でセロトニンはですね、リラックスした時にできますから、うおーってね、やっぱりね、スイッチオンを作らないってこと、スイッチオフの状態を作ってリラックスして運動ができる状態を作りましょう。そうした時におすすめなのがウォーキングだったりとかね。で特に今はもうわざわざね、まあ、寒くもなったし時間もないって、先生歩きに行けませんとかで多いです。大丈夫です、家事です。日頃している家事をねうまく利用しましょう。例えばちょっとこうリズミカルにタンタンタンって、ね、掃除かけてみるとか、パッパッてモップかけるとか、そういった一定の動きっていうのがポイントなんですよ。なので忙しいあなたは特に無理して頑張らなくていいです。できることをちょっとね工夫するだけでリズミカル運動できます。あのトントントンと首回してもいいんですよ。違う刺激を入れてあげること、これがとっても大切です。ではいよいよ最後4つ目です。こちら、リラックスタイムを作ってくださいねってことなんですね。これすごく大事なんです。なぜかというと、先ほどもちょっと運動のところで触れましたが、緊張してる時ね、例えば日中一生懸命仕事頑張ってるとか、無意識に緊張してる時っていうのは実はね、腸って動かないんですよ。で逆にね、夕方だいたい4時以降になってくると、その緊張していたね交感神経優位からリラックスするね副交感神経のこうスイッチが変わるわけです。でこの副交感神経が元気な時にやっぱり腸って一番動くんですよ。なので寝てる間が一番動いてます。でもね、まあ、そうは言ってもストレスがかかったりね、イラッとしたりいろいろあるじゃないですか。その時に意図的にこのリラックスタイム、ご
自分のために作ってあげましょうということでね、気分転換なんです。要はずっと同じことしない、違う刺激を入れて、しかもリラックスできる方法です。例えばね、ゆったりと呼吸しながら散歩をしてみるとかですね。でお外に出るのが難しい方はこちらアロマの力を借りましょう。例えばラベンダーとかカモミールとかマジョラム、これ全部好きな香りなんですけれども、お好みでいいです。合う合わないがあるからね。でしかもいい精油使いましょうね。すごくね、不純物取り除いたものの方がいいです、本物使ってくださいね。そうするとね、副交感神経が優位になる、イコールリラックスすることができる、そして結果幸せホルモンのセロトニンを作ることができるんです。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめのポイントは、なぜ甘いものが欲しくなってしまうのかというところでしたね。その理由は幸せホルモンのセロトニンがうまく作れていないから。そのために取り組む簡単な4つの方法、あなたができるところから1つでも2つでもいいです。まずは楽しく取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。